俺の名前は斉藤和、小岩大学に通う大学2回生だ。そんな俺には家が隣同士の幼なじみがいるのだけど。あー、このままじゃ留年しちゃう。大丈夫か？彼女がその幼なじみの伊藤ありさ。親同士の仲がいいので昔から家族ぐるみの付き合いがある。しかもお互いに相談してないのに高校や大学も同じところへ進学した。まさに腐れ縁といった関係だ。全然大丈夫じゃないの。明日からの試験でいい点数を取らないと単位を落としちゃう。前回の試験も全部赤点だったし。うわ、引かないでよ。なら今日は徹夜で勉強会でもするか。俺が教えるから。いいの？ありがとう。やっぱり持つべきは勉強できる幼馴染ね。やめろって。照れてるの？彼女できたことなさそうだもんね。お前相手に照れたりしないから。アリサ、また夫婦喧嘩？相変わらず仲いいじゃん。夫婦じゃない。ほら、息ぴったりじゃん。お似合いだよね。彼女は池田里奈さん。アリサの友人なのだが、俺たちの関係を少し誤解しているらしい。本当に違うから。幼馴染だから自然と息が合うだけだって。それよりもう行くからな。ねえねえ、さっき二人で勉強会って聞こえたけど本当？手を出されないように気をつけなよ。ないない、あいつとはただの腐れ縁だし。本当かな。数時間後、講義も終わったし、アリサとの待ち合わせ場所に行かないと。アリサちゃん、今日こそ俺とデートしようぜ。いや、今日は予定があるから。またあいつかよ。彼は同回生のヤバスギチャラ男。俺とは正反対の陽キャで女子によく声をかけている。アリサを狙っているのか、いつもデートに誘おうとしていた。アリサが何度も断ってるのにしつこいやつだな。チャラ男、アリサが困ってるからそのくらいにしておきなよ。陰キャが邪魔すんじゃねえよ。じゃあ私も陰キャだから邪魔しないように帰るね。そっか、なら俺も諦めるか。ってなわけあるか。やっぱバレちゃった。そんな、アリサの偽装は完璧なはずなのに。お前ら俺を何だと思ってるんだ。アリサちゃんとただの幼なじみのくせに生意気だぞ。俺は一度もアリサをただの幼なじみだと思ったことはないよ。え？家族ぐるみの付き合いだし、もう家族みたいなものだもんな。それよりチャラ男も勉強した方がいいんじゃない？明日から試験だよ。青春は一度きりしかないんだぜ。今を遊ぶ方が大事に決まってる。ならせめてアリサの邪魔はしないでくれ。行こう。待ちやがれ。数分後、ここまで来れば追ってこないみたいだな。大丈夫かアリサ。さっきの言葉ってもしかして、あ、いやいや、考えすぎよね。どうかした？なんでもない。それより早く帰ろう。その前にコンビニ寄っていい？ガムとか買いたいし。今日は徹夜になるだろうし、眠気覚ましに買っておかないとな。うん、私も買いたいものあるし行こう。あとは栄養ドリンクか。確かこっちの棚に。ってアニメのキャンペーンしてるのか。栄養ドリンク2本でクリアファイル1枚か。どうせ徹夜で買おうと思ってたし、何本あってもいいよな。たくさん買おう。カズ、こっちの買い物終わったわ。じゃあお会計しよっか。お会計お願いします。あれって男の子が元気になるやつ？そういえばさっきガムを買うって言ってたよね。まさかゴムの聞き間違い？まさかリナの予言通りこの後やられるんじゃ。アリサ、レジ開いたけど。わかったわ。そして帰宅後、
それじゃあ、早速始めよっか。どうしてやられるって分かってるのに来ちゃったんだろう。もしかして私期待してる？それじゃあ、まるでこいつのことが…ブツブツ…アリサ、さっきから様子が変だけどどうしたんだ？変じゃないわよ。それより本当に今日は泊まっていいの？お互いの両親に許可ももらったし大丈夫だよ。それに昔から何度もお互いの部屋に泊まってたじゃん。今更だろ。そうね、カスの両親もいるし大丈夫よね。ああ、今日うちの両親は仕事で遅くなるよ。いや、どうしたの？3分で戦えなくなるヒーローみたいな声を出して。なんでもない。それより勉強しよう。あれから勉強を始めて数分経ったけど。ああ、わかんない。諦めるの早いな。やっぱり無理かも。来年からもよろしくね、先輩。まだ諦めないで、頑張れば大丈夫だから。カズって優しい。落ち込んだ時にはいつも励ましてくれるし。別に普通のことを言ってるだけだよ。それよりどこがわからないの？ねここなんだけどさ。ちっか。いや、勉強に集中しろ。俺、アリサの距離の近さに動揺しつつも勉強に集中することに。アリサはいつも以上に集中していて真剣さが伝わってきた。一生懸命な姿を見ると恥ずかしさよりも応援したい気持ちが強くなってくる。数時間後。そろそろお腹空いてきたな。じゃあ夕食にしよう。勉強を教えてくれたお礼に私が作ってあげる。本当？はい、できたよ。うまい。アリサって昔から料理上手だったよな。褒められちゃった。照れてるのかわいいな。ごちそうさま。それじゃあお風呂だけど、アリサが先に入るか？いよいよ。どうかした？なんでもない。先に入らせてもらうわね。ああ、さっぱりした。って、なんでベッドの上で正座してるんだ？だって、するんでしょ？もちろんするけど。勉強会で泊まるんだから、勉強するに決まってるじゃん。何言ってんだ？やっぱり。ああ、その前にこれ飲んでおかないとな。どうしたんだ？アリサも飲むか？遠慮しなくていいよ。うん。じゃあ、いただきます。いや、なんで俺の飲むの？だって、差し出してきたから。いっぱい買ってきたから、どれか飲んでって意味だったんだけど。そうよね。新しいの取ってやるよ。いや、自分で取るから。俺の方が近いし、いいって。転んだら大変なことに。ごめん、すぐにどくから。いや、優しくして。いや、何言ってんの？勉強するんだよな。もちろん、わかってるわよ。勉強を再開させたのはいいけど。なんだか気まずい。それにさっきの反応も気になる。あれ、本気で期待していたんじゃないのか？いや、アリサに限ってそんなことあるはずない。勉強に集中しないと。間違えた。消しゴムっと。ごめん。自分のやつと間違えた。ううん、こちらこそ。今までこんなことなかったのに、どうしてドキドキしてるんだ？そして翌朝。結局、何もなかった。何の話？何でもない。ただの勘違いだから。それじゃあ、本番頑張れよ。あのさ、
またテスト勉強付き合ってくれる？ああ、もちろん。そっか。よかった。なんだかアリサがすごく可愛く見えるんだけど。テスト期間中、俺たちは毎日勉強することに。大学が終わるとカフェや自宅で一緒に過ごした。そしてテスト期間の1週間が過ぎていき、やっと試験終わったな。うん。それでさ、よかったら打ち上げしない？え？お礼がしたいだけだよ。休日とかどこか出かけようよ。いいけど、どこに行くんだ？それは水族館か。昔、アリサの家族と一緒に来たことあったっけ？確か、あの時は。あて、いつの間にか人混みに流されてる。アリサ、捕まれ。大丈夫か？ありがとう。それじゃあ、はぐれないように気をつけていこう。待って。このまま、手つないでいこう。え？ほら、またはぐれたらいけないし。そうだな。じゃあ、このまま行こうか。うん。そうして、手をつなぎながら水族館を回ることに。アリサは今日だけで、たくさん笑顔を見せてくれ。リフレッシュになったようだ。一日の最後には、お土産コーナーへ立ち寄った。わあ、かわいい！最後に一つだけ残っててよかったな。うん。今日の記念に大事にしないと。この子、もしかして、迷子か？大丈夫。どうしよう。泣き止んでくれない。そうだ。これ、あげる。だから泣き止んで。私たちも一緒にママを探すから。ありがとう、お兄ちゃん。数時間後。無事に見つかってよかったね。そうだな。でも、あのキーホルダーをあげてもよかったの？泣いてる子は放っておけないもん。やっぱり優しいんだな。私たちも昔、ああいうことあったよね。小さい頃にも、お互いの家族で一緒に水族館に来たことあったでしょ？あの時、迷子になった私を最初に見つけてくれたのが、カズだったよね。アリサなら、どこにいるのかなんとなく分かったからね。やっぱり、私のことを一番分かってるのは、カズだよね。あの頃から、カズに支えてもらってばかりかも。支えてもらってるのは俺も同じだよ。昔から友達できなかったけど、アリサだけはいつも、そばにいてくれたし。当然だよ。だって、私はカズのいいところ、たくさん知ってるもん。俺だって、アリサのいいところはたくさん知ってる。子供にも優しいし、料理も上手で、家庭的で、魅力的だと思ってたし。って、もしかして、俺、本当は、ずっと前からアリサのことが。カズ？顔が赤いけど、どうかしたの？なんでもない。なんで俺、こんなに心臓がドキドキしてるんだ？数日後。カズ。アリサ、おはよう。アリサを意識してから、うまく言葉が出てこない。ねえ、何かあったの？もしかして、ついに一線越えちゃった感じ？そういうのじゃない。私、用事あるから。あの慌てよう、ますます怪しい。付き合いたてのカップルみたい。まだ付き合ってないから。まだってことは、予定あるの？いや、ないけど。でも意識はしてるんじゃない？今日ずっと、アリサのこと目で追ってたでしょ。図星なんだ。なら、さっさと告白しちゃえばいいのに。そんな簡単に言わないでよ。でもさ、大事なものが、いつまでも近くにあるとは限らないんだよ。確かに、言う通りだな。
後悔する前に動かなきゃ損だって。ありがとう。講義が終わったらアリサと話してみるよ。数時間後。よし、講義終わった。アリサをデートに誘う。ちゃんと雰囲気のあるところで告白を。アリサちゃん、今日こそ俺とデートしてくれ。だからあなたとはデートしないってば。そこをなんとか頼むよ。またチャラ男かよ。いい加減にしなよ。アリサが迷惑してるのがわからないのか。あ、カズ。うるせえ。俺はな、そこら辺で告白しようかって悩んでるやつとはわけが違うんだからな。告白すると心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。だからアリサちゃん、俺とデートしてく。だから断るって。そこをなんとか。何があろうとお前はアリサを手に入れるんだな、チャラ男。お前はもう後戻りできないんだな。わかったよ、チャラ男。お前の覚悟が言葉でなく心で理解できた。いや、お前は何を言って。大事なものがいつまでもそばにあるとは限らないんだ。だったら俺だって告白してやる。それって。俺はアリサのことが好きだ。え、この間の水族館でずっと好きだったことに気づいたんだ。子供にも優しいアリサも、料理が上手で家庭的なところも好きだ。だから俺と付き合ってください。何言ってやがる。お前みたいな陰キャ相手にされるはずが。嬉しい。私もカズのこと好きなの。カズは素っ気なく見えるけど本当は優しいってことを知ってるもん。これまでもたくさんカズに助けてもらったし、今度は私が支えたい。そっか、嬉しいよ。そんな、この俺が振られるなんて認めねえぞ。そこまでだよ、チャラ男。今度は池田かよ。どいつもこいつも邪魔ばっかしやがって。今はそんなことしてる場合じゃないと思うけど。え、教授が探してたよ。あんた赤点で追試だってさ。それで点数を取れなかったら今度こそ留年確定だって。そんな、留年だけは嫌だ。お願いだ斉藤、勉強を教えてくれ。大学中退したら俺どうやって女性をナンパすればいいんだよ。このままじゃ女の子にモテなくなっちまう。だから。そっか、君も大変だね。でも今もモテてないよね。彼女いないみたいだし。いや、大学中退しても何も変わらないから大丈夫だよ。何も大丈夫じゃねえ。その後チャラ男は追試を受けたがダメだったらしい。留年が決まるとすぐに大学を辞めることに。それ以来チャラ男が僕らの前に姿を見せることもなくなった。そして俺たちは良好な恋人関係を築いている。そんなある日、デートを終えて帰宅したのだけど。今日はありがとね、楽しかった。俺も。でも楽しい時間はあっという間に過ぎちゃうよな。もう少しアリサと一緒にいたかったかも。じゃあ今日は泊まっていく？いや、急に泊まるとアリサの両親に悪いんじゃ。大丈夫。今日ママもパパもいないの。子供じゃないんだから言ってる意味わかるよね。ああ、俺の両親も今日はいないし泊まろうかな。本当？じゃあ準備も無駄じゃなかったんだ。準備？これさっき買ったんだ。それはまさか。今日は寝かせないから覚悟しててね。俺たちついに大人の階段を登るのか。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があれば